れがラフの剣木？お前運気軍だから。妖精にある剣木はとっくに性格のせいです。実は中央市の半顔を見るのって初めてなんだよね。いつもどんな仕事をしてるの？長命種の寿命と魔音の実に関することです。みんな気をつけるんだ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。避難してない一般人がいるんだろう。この公主領ダメだ。サイちゃん、おじさん、誰が子犬だって。すまん、おじょ、どう、さっき言ってたよね、構造士の問題。ダメだ、最終手段を使う。その今を重ねるほど最高になるんだ。運気軍のお嬢さん、どうして将軍はお嬢さん一人しかいる。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。俺はここまででいい。あと少しで出口に着く。あと少しなのに。人は誰しも職責という。弟子たちが避難した。おじさん、お嬢、人は誰もが職責を。あいつと、どう叫んで。じゃあどうし、簡単なことだ。無口君。もう仲間と一緒に行動しないんだね。獣王子の半眼は常に単独で動き、それぞれの使命を遂行しています。それにしても、それにしても、私には妹がいるのですが、あなたを見て皆さん、精査が見えました。剣木の再生はここまで送っていただき。気にしないで。彼女は運気。ここまで来て別れ。ふん、それ。一緒に写真を撮りに。